ついにアップルがノイズキャンセルイヤホン発売。はい、竹人です。ということで本日2019年10月30日ですね、ついにアップルが発売いたしました。こちらです。ドーンということで箱で届いております。まあこれだけじゃわからないので早速、外箱から出してお見せしようと思います。ついにですよ、ついに発売ということで、よいしょ、こちらです。あれ、よいしょ、ドーンということで出てまいりました。こちらです。よいしょ、ドーン、はい、これでございます。はい、ということでこちらですね、 AirPods Pro、 ついに AirPods にもプロモデルが発売ということで出ました。まあ、出るぞ出るぞと言われていた AirPods のノイズキャンセル付きのイヤホンということでございます。で、私これ AirPods Pro 今回購入して、 AirPods もね、第1世代第2世代を使っていたんですが、最近はあんま使っていなくて、まあ、家族にあげちゃったりなんかしていたんですけども、なんでかって言いますと、実はこれね、レビューしてないんですけど、私こちら持っております。はい、これももう皆さんご存知ですよね、ソニーの、これなんつうやつだっけ、名前が長いんだよ、ソニーのやつね、ソニーの WF-1000XM3、まあ、WF-1000XM3 という、まあ、ノイズキャンセルイヤホンを私は今使っております。これもかなり人気商品で、まあ、ウズさんとかね、いろんな方が使っていて、数々レビューが出てると思います。これは私購入して、2ヶ月使ってないかな、まあ、1ヶ月半ぐらいで、使った感想だけいずれお届けしようかなと思ったら、こちら AirPods Pro が出てしまったというような感じなんですけれども、そして私あんまりノイズキャンセルイヤホン持ってないんですけど、一番最初に買ったノイズキャンセルはこちらですね、BOSE の、これもね、2年ぐらい前のお正月に買ってレビューをお届けしているんですけど、忘れちゃった申し訳ない。ソニーの、ソニーじゃないや、 BOSE のなんだっけな、これ SC25 とかいう結構前のモデルなんですけど、これを使って、まあ、飛行機いっぱい乗るんで、実はこれを購入して使ってたという感じですね。で、今回はそこに AirPods Pro が出たので、今回購入いたしました。なので、家がね、家の中だと静かなんで、あんまノイズキャンセルの効果ってそこまでわかんないかなと思うので、今日はこちら、軽く開封してセットアップするぐらいまでお届けいたしましてですね、別の日に私これとか使って、外で使ってみて、どれぐらい違うのかという感想なんかをお届けしようと思います。それでは早速、視点の方を切り替えて、こちら開封していこうと思います。Tラボチャンネル。はい、それでは早速 AirPods Pro 開封していこうと思います。こちら AirPods Pro 使うのにもちろん必要なものございます。こちらです。 iPhone ね、 iPhone がないと使えませんので、多分使えないと思う。はい、なのでそこはね、ご注意くださいという感じ。まあ iPhone 持ったけどこれ買う人いねえかなっていう気がするんですけど、はい。で、さらに言うと OS がですね、どうも iOS の 13.2 以上を搭載していないと使えない、正確に使えないわけじゃないんだとは思うんだけど、で、システム条件にはですね、一応 iOS の最新バージョンを搭載した iPhone って書いてありますので、今日現在の一番新しい iOS は 13.2 が最新になりますので、基本的には 13.2 以上の iOS が動いている iPhone、 iPod Touch じゃないとダメっぽい。そして iPad OS とかね、その辺も最新モデルじゃないとダメと、最新バージョンじゃないとダメと書いてあるので、使う場合はね、今この私の動画を公開した直後に使いたいと思っている人は iOS のバージョンアップやったらいいとか、 Apple Watch とかの、ね、バージョンアップが必要になると思います。それでは早速開封していきましょう。さて、どんな感じかなと、よいしょ、ここからペリッと、こういう感じですね。オープン、ドーン、はい、デザインバイアップルインカリフォルニア、来ました。あ、こんなサイズなんだ、へえ。で、ついてるのはまず、まあ、本体ですね。これ本体ちょっと置いときます。それ以外何がついてますかというと、開けると、ついてるのは、ね、これは何だろう、あ、 USB-C とライトニングのケーブルがついてます。充電器はついてないね、これ、はい、USB-C とライトニングのケーブルが1本、イヤホンのイヤーピースといわれるこうゴムの部分入ってました。ゴムの部分のやつが、2セット入ってますね。なんで多分 SML っていう感じでイヤーピースといわれるものが入ってるんだと思います。だから多分こう入ってるのは S と L が入ってるんだろうなと思うんで、
で早速、開封していきますね。これをペリッと剥がすとこんな感じかな。あーなるほどね、こういう感じになってんだ。まあ、AirPods を大きくしたような感じっていうのが正しいのかな。もうこれ箱いらないからもういいか。 AirPods を 1.5 倍ぐらいにしましたみたいなサイズですね。はい、こんな感じで、裏はこんな感じで、充電なんですけど第2世代の AirPods と一緒で Qi で充電することができます。なのでここランプがねついている感じですね。こういうふうに、はい、ランプがついてて Qi の充電パッドに置くとコランプがつくようですね。そして下の部分、充電に関してはライトニングで充電することが可能という感じになっています。これはソニーの WF-1000XM3 ってやつなんですけど、サイズ感こんな違うよ、こんな違うよ。これ結構ねカバンの中入ってるでかいなと思ってたんですけど、それと比べると AirPods Pro はすごい小さくなってますよね。なってるというか小さいですよね、うん、セットアップしてみましょうか。 iPhone の画面をここに皆さんにお見せしながらセットアップしていくような感じでいこうと思いますので、ご覧いただければと思います。それではもう多分蓋開けたらすぐペアリングが出ると思うんでね、いきます。蓋開けます。パカリンコ、蓋開けました。こい、はい、来ました。ボリュームいってきましたね。 AirPods Pro ってきましたので、 AirPods Pro 出ますんで接続、もうこれでおしまいって感じですね。早いね、うん、あっという間です。相変わらず AirPods はメディアコントロール、ノイズコントロール、どちらかの AirPods を長押しするとノイズキャンセリングができますよみたいな、切り替えられますよみたいな。なるほど。でコントロールセンターから音声のスライダーを押すとノイズキャンセリングのコントロールができるようになるよということみたいですね。で Hey Siri を使える、僕使わないんですけど Hey Siri もちろん使うことができます。今はしない。それでは早速外してみようか。よいしょ、あこんな感じなんだ。今外してみました。はい、これイヤホン部分こんな感じ。これすげえ見せるのが難しいんだけどさ、でこの辺の部分とか AirPods と比べると今までのやつと細くなってるよね。はい、こんな感じで、マイクが2つついてたりするんですよね。こっちが外向きになるのかな、外向き用のマイク。これ黒くて分かりづらいんだけど、これ外向き用のマイクで、これ内向き用のマイクみたいなのが入ってて、耳の中に雑音とかが入ってるのをちゃんと検知して、こっからイヤホンでね、ここの部分からどうやら雑音、騒音と反対の音を出すことでノイズキャンセルできるということみたいです。一旦後でお見せしますけど、一旦耳にはめます。でなんかよく分かんなくなってきちゃった。こうか、こういう感じだから、ちゃんとこのままの向きでできるからね、こうだね、こうだね、向きがよく分かんなくなっちゃう。こうで一旦はめます。はい、今してみました。であ、もうした瞬間にすげえノイズキャンセルしてるのがわかるな、これで。なんかセットアップあるみたいなんでちょっとやってみましょうか。で Bluetooth のところに自分の AirPods Pro が出てくるんですけど、どうやらそれの i のマークを押すと AirPods の AirPods Pro の接続状態のなんか画面に行くみたいですね。ここでいろいろできるみたいで、ここでノイズキャンセリングオフ、オフってのもできる。オフは普通の状態で、外部音取り込みってのもできるんだな。外部音取り込みにすると、あ全然違う。外部音取り込みにすると外の音をマイクで拾ってそのまま出してるのかな。オフが多分耳栓してるような状態になりますね、これ。でノイズキャンセルにすると自分の声すらなんか聞こえなくなるみたいな感じになってますね。すげえなこれ。でノイズコントロール左右ってあって、これどういうことなんだろう。あーこういうのができるんだ。 Siri も使えるよとか、左右で制御を変えることもできるよと。で自動検出、マイク自動、マイク自動ってどういうことだろう。あー常にどっちのマイクを使うかみたいな、両方のいい方を使うのか、常に右の AirPods を使うかみたいな選択ができるみたいですね。でここでイヤチップ装着状態テストというのがあるので、これをやってみます。これね、ほらこんなテストあるでしょ。これやってみましょう。ピッと、イヤーチップの装着状態をテストしましょうって出てきますね。なんでやってみます。このまま続ける、今してますよ。はい、おお、でちゃんとしたサイズのイヤーチップが装着されていれば密閉されていますって出るみたい。
ここでダメって出た場合は小さいのだったり大きいのだったりに変更するというような感じのようでございます。はい、これで完了。まあ AirPods はね、いつも接続が簡単なので、もうこの程度で接続は完了という感じです。はい、ということで AirPods Pro 設定してみました。すごいノイズキャンセルね、びっくりした。すごくて本当に一応軽くホームページに載ってるスペックなんかお話しておこうかと思うんですけども、まあ一番気になってるのはバッテリーだと思いますね。1回の充電でこれ 4.5 時間までこのまま再生することができますと。まあノイズキャンセルとかのオフにした場合は最大5時間ってことなんで、ノイズキャンセルを使ってると 4.5 時間このまま使えますよというような感じです。このケースに入れると24時間以上再生することができるよってことなんで、まあ使ってる時に充電してれば24時間延べいけるってことなので、まあ通勤1日2日は全然いけんじゃないかなっていう感じですね。はい、で物として今私 AirPods、 これ片耳なくなっちゃった AirPods なんだけど持ってきたんですけど、ちょっと細くなったんでね、短くなって、これ皆さんとこれ見えづらいかもしれないですけど、だからうどん感は多少うどんってよく言われたけど、うどん感は多少少なくなったかなって感じ。長さが短くなったんだよねこれね、うん、でこれ出る出るって言って、まあ、なかなか出なかったっていう現状があると思っていて、僕はついにしびれを切らしてこれ買っちゃったって感じなんですけど、正直言うと僕アップルがこういうノイズキャンセルのものを出すって噂になってたけど、出さないだろうって実は思ってたんですよ。アップルにそういうノイズキャンセルの技術ってないと僕は思っていたので、出さない、噂にはなってるけど出さないだろうなってずっと実は思ってました。そして iPhone が発表になった時に、今回の iPhone 11が発売になった時にもこれ発表ならなかったから、あんまやっぱ出さないんだなと思って、まあこれね、こういうのも考えちゃったっていうところなんですけど、実際今回今これ耳にしてみた率直な感想を言うと、ノイズキャンセルすごいです。やっぱりノイズキャンセル、僕は BOSE とかこうソニーに一日の長があると思ってて、やっぱこいつら昔からやってますから、これには勝てないだろうと思っていたんですよね。ただノイズキャンセルっていうところで言うと、それよりもすごいんじゃねえぐらい、ちょっと思っちゃうぐらい今してみたらびっくりしました。すごい効いてるノイズキャンセル。ただ今聞いた感じだと音はね、まあそこまで、音質というかこれ好みがあるので一概にいい悪いって言えないと思うんですけど、僕的にはやっぱりこの辺の方がいい音、いわゆるいい音っていう感じはしないでもないかなとは思いました。ただこれ音楽聞かずともね、耳に刺してノイズキャンセルしてるだけでも電車だったり飛行機だったりって乗るときにすごい音消えるので、疲れないと思うんで、ね、いいかなというような感じもしております。で先ほど申し上げましたけど、こちらのソニーのやつと、あとこの BOSE、 この辺をねやっぱりもうちょっと使ってみないとはっきり言ってお話しするようなことができないので、まあ、これはまあ日々毎日使ってるんですけど、明日からこちらを何日か使ってみたり、交互に使ってみたりとかしながら、でこれは動画編集する時に外でこの MacBook Pro に、ね、つないで使ったりするんですけど、その辺と比較してみた私がね、この3個でどういうふうに思うのかというところを他の動画でお届けできればなと思います。はい、ということで本日は新しく発売になりました AirPods Pro、 こちらの開封とセッティングの模様だけお届けさせていただきました。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。今日の動画が良かったなと思ったら高評価、これからも私の動画見たいなと思ったらぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんは AirPods Pro 欲しいですか？欲しいと思う人は理由なんかも含めてコメント欄に書いてくれると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。